わたです。田沢です。ちょっとね、あの、一個前のエピソード、田沢さんの回で、まぁ、あ、ちょっと先週聞かれた方は、二人でね、うん、もう、とうとうと歴史の話を、もう聞かされまくって、うん、胃もたれしてると思うんで、うん、本当に。はいはい、ちょっと今日は <laughs>、ちょっとスタンスを変えたいなと思う。最近もう、胃もたれする話しか、 していないなって、次回というかね、<あ>気づきましたもう本当に。うん、<laughs> そうなんですね。ちょっといい加減にしたいなっていう、もう本当、うん。ちょっとね、はい、あの、いろんな社会情勢もあり、すぐそういうね、こう、影響を受けちゃう、あ,<ー>あの、くらいがありますんで、ちょっと気をつけようかなと思ってるんですけど、うん、今日はね、もうちょっとなんか柔らかい話というか、ちょっとね、ある意味スピリチュアルな話し,しようかなと思ってます。はいはいはい で、あとは健康。健康についてみたいな話をしたいなと思うんですけど、あのー、これ以前、田沢さんが何かの回で、あのー、佐藤光郎さん。はい,はいはいはい。あのー、神様とお話しする方法みたいな。結構昔ですよね。結構昔ですよね。あのー、されたじゃないですか。はい。で、僕あ、あの人のチャンネルというか、ま、めっちゃスピリチュアルなチャンネルやられてるんですけど、あの、YouTube のチャンネル。あ、そうなんですね。はい。 な,なんかその、あの、縄文時代の話とか、国家神動の話とかしてて、僕なんかそういう縄文時代とか好きな方なんで、ちょっとだからたまに見てるんです。まあ結構かなり、かなり振り切ったスピーな話してる時もあるんで、ちょっとまあ、<ー>ね、あの、いろいろこう、切り分けながら見てはいるんですけど、で、なんか最近すごい、あの、いいお話されてて、僕同い年なんですよ、佐藤光郎さんって。そうなんですね。そう、1980年生まれで。で、なんかあの、与那国、 <島>ああ<ー>。まあ、沖縄の方の方新しくて、喋り方もすごい、温和な方で、すごい、こう、聞いてて、リラックスできるんですけど、最近ね、なんかその、三つろさんが話してた話で、すごい、こう、感銘を受けた話があって、うん、それがね、あの、口ちみ酒。ああ<ー>。くみ酒って知ってました <laughs> あの、はい、はい。に、日本酒の元々の。あそ,うそ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 う。はいはい、僕ね、あんま知らない あ買ったんですけど、口噛み、まあ、要はその口で噛むみたいなことですね、うん、口で噛んだお米、まあ、アミラーゼとの分解で、お酒ができるみたいな、ねうん。お酒ができるみたいな。うん、で、なんかまあ、これ、まあその、元を正せば、なんかそういうご神事というか、なんか巫女さんがお口に入れたお米を発酵させて、でそれ、なんか日本酒ができ 日本酒とかね、うんうん、そう、お酒ができて、それをこう、ご神仏というか、あの、神様にお供えするみたいな、それをなんか、あの、ミキミキが聞いたことありますよね。うんうん、そう、おミキのミキですね。そういう、なんか、あのー、伝承物として、もうそう、神事に使われるものみたいな話をされてて、あ、そうなんだと僕知らなくて。で、なんかちょっと前僕江戸の居酒屋の話したじゃないですか。あ,あれ、僕、あの時言わなかった。ったいや、言ってないかもしれない。わかんないです。 言ってたらごめんなさい。や、わかんないです、わかんないです、<laughs> ちゃんと認識してなかったかもしれないですね。なんか、うん。で、わかんないですけど、少なくともあの時僕一回その時に思い出してました。なんか、あ、口紙酒。すごいですね、知ってたんですね。うん。なんか、現代にあったらどうします、渡さんみたいな話をしたかった気がする。え、口紙酒飲んだことありますか だからそれって、なんかなんていうんですかちょっと <laughs> まあ、僕は、僕、結構、潔癖な方なんで、ゲボ吐いちゃいます <laughs>、その、人の口に入れた酒なんで、絶対飲みたくないで,、ね、でも、ちょっとこう、そういうのが好きな人もいるかもしれないじゃないですか <laughs>、そういう下の類で、確かにね、ど変態野郎はいると思うんで、まあ、ただちょ、ちょっと、とはいえ、ちょっときついですね、うん、まあ、すねなんかね、べちゃべちゃ、いやわ、分かる、ちょっと、想像しちゃうと思うんで、うん、あんまり。 言わないようにしますけど。でね、まあちょっとだからずその、プチ酒っていうのが、これだと結構歴史が古いらしくて、それこそだから縄文時代とか、だからその縄文の時代ってお酒作る方法って、今みたいにその、あ、っていうか、そのなんていうの、お米とかなかったじゃないですか。うん、だから、その発酵させる食品であったりとか、その発酵の工程みたいなのを、はまあ、発酵食品とかもないですし、だからその、それこそ縄文時代は、その、 穀物とか、まあ、泡とか冷えとかですかで、基本的には狩猟民族の時代なんで、あの、あんまりそういう、こう、農作物みたいなのは、そんな、こう、豊富に取れる時代じゃなかったんですけど、まあ、数少ないそういった、こう、穀物類をお口に入れて、で、それを、なんかこう、卵型の、こういう、なんですか、円筒っぽい感じの壺に、うん、 ペット吐き出して、それをまあ発酵させてお酒を作ってたって、だから、口神酒のルーツみたいなのを、要するに縄文時代やってたんですって。だから、まあでもその縄文時代飲めるお酒ってそれぐらいで、で、まあ、そういうね、あの、まあ、ただその、なんていうの、の縄文時代ってそういうこう文明的なものっていうのが結構ミステリアスじゃないですか。だって、あの、 いや、文字とかを持ってない時代だから、そういうのだってどうやって伝承したのかとか、かなりこう、謎に満ちてる時代なんですけど、なんか結構そういうのがあったらしくて、で、こんななんかその、あの、その、口紙酒をその活用して、ま、当時その、ま、今みたいに、ま、コミュニティというか、ま、部落みたいなのあったわけですよ。その、あの、狩猟民族なんてこう、点々と移動しながら、あの、いろんなところをね、各自点々とこう、 移動しながら暮らしてたんですけど、とは集落みたいなのあって、で、集落で何かこう物事、政治的な話、なんかこう、こういう風に、 移動していったらいいんじゃないかとか、あとは、その、最近魚が取れなくなってきたから、ちょっと新しい場所を開拓していこうじゃないかとか、で、その時にどこに行ったらいいかっていうのを、なんかそのね、集落でこう決め、決める風習みたいなのがあったらしくて、で、その時に、これやっぱ今も昔も変わんないなと思うのは、喧嘩になるんですって、やっぱ。喧嘩に、こう、なん、なんうその、要は、決めらんないじゃないですか。はい,は,いはい。で、あの、厳密ななんか村長みたいな人もいなくて、ただ、その、 なんていうんですかねその、いろいろこう集落にいる人たちが集まって議論する場みたいなのはあったらしいんですけど、で、そのなんか結構その意見が分かれて揉めるもんで、それをなんかどうやって決めたか、決めてたかっていうと、ここでこう出てくるのは口上酒で、<ー>で、まあ要するに、あのー、ね、佐藤さんの話で言うと、はい、まあ占いみたいなのをやるんですよ。その口上酒で、はいはい、で、まあ要はそのみんなでこう、自分のこの口の細菌、 を、ま、カミカミして、ペッてして酒作るわけですか。だからみんなの菌が集まってると、そこに。で、みんなの菌が集まって、で、その、なんていうの、その、できたお酒っていうのを、結果的に飲んで、つまりその人の菌っていうのが自分の体内に入ってくるじゃないですか。で、体内に入って腸内細菌となって、まあ、その、人の菌をこう取り入れるような形。 で、それで、あの、要はそのプロセスとして、で、その実際にお酒飲んで、まあ、そこなんか宴みたいなやって、で、その後、あの、改めて集まってね、で、あの、みんなの、要はその腸内細菌、腹の菌をみんなで共有し合った上で、どうだったかっていうのを話して、で、そこで、えっ、ー、と、最大公約数というか、多かった意見を、あ,<ー>あの、決めるみたいな、だからそういう風習があったらしくて、<ー>で、これあの、ちなみにこの、 縄文以降、弥生時代だと、あの、弥生時代ってすごい合理的な時代に入っていくんで、あの、こう、水、水田栽培とかも、水田とかも始まって、まあ、取り決めとかも、やっぱ、こう、主張というか、こうね、おさが決めるみたいな時代が来るんですけど、そういうこう、占い、かあの、神様に問いかけるって、まあ、ある意味、それも神事みたいな形で、お酒を、まあ、その、縄文時代とはいえ、なんちうか、そういうご神事をやる、その、なんか、神殿というか、神社みたいなのあったらしいんですよ。でそこに集まって、 そういうご神事的な占いとして、口亀酒を使って、で、みんなの腹の、なんか金を分け合って、で、それで合意形成をしてたっていう。まあ、それによって、人の考えを腹に入れるってことなんですかそう、そういうことなんですよ。で現代だとありえない感覚でしょあ,ありえない感覚でしょ <laughs> はいはいでも、これ、なんかすごい、あの、感慨深くて、要は、腹を割るっていう言葉あるでしょ <うん S 1> あとは、腹黒いとか。 これ逆に現代の考え方につながっていくんですけど、縄文の人たちは、その、なんていうんですかね、その、いわゆる物事を決めたりとか判断したりとかって、これ脳の、ま、体の部位で言うと脳、脳がこう、司る仕事じゃないですか。そうじゃなくて、あの、腸内細菌を整えて意見を決めるっていうのを縄文時代の人やってたんですよ。はい。つまり、これ、あの、現代の腸内フローラの考え方と一緒で、あの、要はその、 今のこの現代医学の考え方でも、腸内フローラって、その、なんか人間の精神にめちゃめちゃこうえ、うん、強い影響を与えてて、はいはい、実は脳が決めてるんじゃなくて、腸が判断してる。だからうつ病の原因とかも全部腸にあるみたいな、うん、あの考え方があると思うんですけど、それをね、やってたんですよ。だから要はその腸内を整えて、みんなの意識を、あの、同じ波長に合わせて、意見を決めるみたいなのをやってたらしくて、うん、なんかすごいこう、へ、えー。 ねえ、なんか文明的というか、腹かかで物を考えるっいうのは日本人特有なんですか特有なんじゃないですかだから、<ー>その要はそのなんか同じ釜の飯を食うとか、酒を、なんか宴でこうみんなでどんちゃんこうお祭りをやってあの嫌なこと忘れようとか、そういうのも結構日本、 の、その結構古来からの、はいはいはい。文、あの伝統というかね、文化らしくて、えー、これって今も精通するじゃないですか。あの酒を組み交わすとか。うん、あとまあその腹の話で言うと腹はって話す。さっき言った通りですけど。まあその武士の腹切りやその切腹も自分の腹の中の見せるっていうのがあるらしいから。う脳、んねうん、じゃないですもんね。うん。だからなんかそこそこがもうそういうこう、 一万年ぐらい前の話でしょ、縄なんて。それぐらいからあったっていう話で、やっぱなんか日本のこう、なんていうんですかね、伝統っていうのは、非常にこう、なんですかね、スピリチュアルって言ったらスピリチュアルなんですけど、そういうこう、とはいえなんかこう科学を無視してないところもあって、ちゃんとその、腹の筋で意見を決めるなんていう、そんな概念が一万年前にあったんだって。 っていうそれをこう話されててすごい感動しましたよだからだからまあなんかな,ん <laughs> なんてつうんですかねだから結構これでもあるなと思うのはなんかこうあの腹の虫がどうじゃうとかなんかなかかいろいろこういろんな言葉があるじゃないですかなんかこう虫の居所虫の居所だからんか,なんか腹っていうのはかなりこう精神を司どっているっていうのはう でも実際こう腸内フローラーの話そうなんですけどかなりありますよねなんか腹痛い時ってやっぱめちゃめちゃ機嫌悪いしまあなんかあれですよねその精神状態がお腹に出る出ますもんねあ出ます出ますね,ね直結してるって言いますよねあ,<ー>あとまあドーパミンであったりとかあとそのいろんなこう脳内ホルモンみたいなのも腸の方からこう上に上がっていくみたいなのがあったりして、うん、だからこの腸を整えるっていうのはこれすごい 大事なんじゃないかなって。<laughs> <laughs> 今更ながらの。すごいなんか、当たり前のこと言ってるっちゃ言ってるんですけど。で、腸内を整えると、やっぱりこう人間、まあ人としてのメンタリティが良くなっていくから、人との揉め事もなくなりますし、あとはあるいは、よりこう生産的に活動できる。たりとか、まあとにかくまあ気分よく過ごせるわけですから、腸内を整えとけば。 なんか俺なんかすごいいいなっていうふうに。なるほど。<laughs> の話ですね。活の話 <laughs>。<laughs> 縄文時代の蝶活の話 <laughs> 縄文時代から学ぶ蝶活の。<laughs> で、なんかその、はい、でちょっとこれ、もうまたちょっと一つ話つなげたいんですけど、要するになんかその、共鳴する活動 人とこう、なんかこう、意見をこう、付き合わせて、合わせる活動って、なんか言葉だけじゃないというか、うで、あの、これもね、ちょっとその、佐藤光野さんが、なんか別の回で話したんですけど、っていうか、最近よくその、ね、あの、都市伝説の YouTuber とかでよく話されてる方いるんで、うん、もしかしたら多田,田さんもご存知、都市伝説好きの多田,田さんもご存知かしれないんですけど。<laughs> 全,く全くすいません。<laughs> 全くすいません。知らないですか。<laughs> <laughs> 熱心のね、直木マンファンだね。あの、そう、直木マン。今も活動してるんですか、直木マン。めちゃめちゃ人気ですもあ、あれ、全く見なくなっちゃいました。あの、おすすめにも出てこないな。あ、本当ですかまあ、最近だとね、あの、スマップの香取くんとかあ、そうなんですね。と稲垣くんと対談とかしてましたけど、あ、その時にも話したんですけど、あの、2011年の7月、 まあ、あの、東日本大震災の3、4ヶ月ぐらい後に、あの、韓国のとあるビルで、どうも調べる限り、韓国では地震起きてないんだけど、とあるビルだけ地震が起きたっていう、これあの、ちゃんと何とかニュースに載ってるんで、割とこう、ちゃんとしたソースなんですけど、なんかあるビルで地震が起きたって調べたら、そのビルだけしか起きてない。はいはい。うん 地震が、そこしか起きてないっていう、不思議な現象が起きてらしくて、なんかまあ、原因をいろいろ調べてたんですけど、わかりますこの話。なんか、な、なんで売れたか。いやいや、全然わかんないです。あのね、とある、そのビルの階で、エアロビのダンスやってたんですって。<laughs> <laughs> 16人ぐらいの女性が <laughs>。<laughs> はいはい。が原因なんですって。<laughs> そんな言われます <laughs> <laughs> って思いますよね。はいはい、で、なんかこれが、なんかの共振動って言って、あの、だもあの、あ<ー>我々のこの世界の物質、ありとあらゆるものは、すべて電子の振動でできてるんですよ。<ー>特定のその振動数っていうのを、すべての,あの物体、個体を持ってて、で、これに共振させると、すごい、 その共振が伝わって、めちゃめちゃ大きな揺れになる。っていうのを、これは実はあの、免震のこのビルとかって、その原理を利用して免震してるんです。だからその、その周波数というかその揺れに絶対合わせないように、揺れないような構造を作るっていうのが免震のあの技術なんですけど、それがぴったりビルの2.7ヘルツとかっていう、なんかもう、その周波数も書いてあったんですけど、 ぴったりそのエアロビのダンスの女性たちの振動とぴったりあったらしくて、それが震度5、6ぐらいのなんか大地震を、そのビルだけ起こしたっていう。これ共振動っていう。共振って言われているらしいんですけど、あの、さっきの腸内細菌の話で言うと、同じ多分細菌、同じ菌を腸内に入れて、要はその、ま、細菌も振動じゃないですか。言っちゃうと。 その細菌自体の細胞というか、すべての細胞が振動で起きてるんで、振動を要はその合わせるわけですよ、の腹の中で。 そうする、あ、ちょっと今、あれですねあこの。この怪しい顔をした。<laughs> 怪しい話をしだしたぞって顔をしてますけど。いや、でもなんかね、これ僕結構、その、共振っていうのは、すごいいい言葉だなっていうか、いい考え方だと思ったんですよね。なんかこう、なんて言うんだろう。コミュニケーションとか会話って、共振するの難しいじゃないですか。だって、そもそも、その、さっきの音、音の、とかあ、音じゃない、振動の話で言 だって人の声なんて音の周波数が全然違うし、うん、その声色を共振させるなんて無理なわけですよ。だってそもそも生態とか全てが違うん環境も違うし。うん。っていう中で、縄文の人は腹の中でその振動を合わせて、で、それを同じ波長として。まあ、あの、波長が合う人間とかってよく言うじゃないですか。だからやっぱこういうこうなんか振動を合わせるっていうのは、結構人のコミュニケーションとか、あとはそういうエネルギー、 として、うん、結構その中、影響力が強いもんなんじゃないかなっていうのを、そのね、佐藤光郎さんのその話でも、お、おやおやって顔して、<laughs> お,やおやって今顔しましたね。<laughs> <laughs> なんかすごい、都市伝説的な話を今日はしてるなっていうふうに多分思ってらっしゃると思うんですけど、僕結構これ穴がちあると思うんですよね、なんかね。現代において、大事、うん、いいですよ、この、いい意味での共振。 共振を作っていくっていう。だからまあ、その同じ川の飯を食うじゃないですけど、その酒を組み交わすとかって結構実は、重要なんでしょうう多分、同じ工房、同じ。 ものを飲むみたいな、そういうのが大事ってことですよね。で、これなんかコロナ禍でこれを僕ら禁止されたじゃないですか。よくよく考えてみると。結構割とそういうところから、結構その人との距離が離れてったなっていうのは、確かに本当に実感として僕もあって、はいはい、まあ単純に物理的に人と飲みに行かなくなったし、そのよっかけに疎遠になってしまったりとか、うん、まあ物理的な問題もあると思うんですけど、なんかこう人とこう、共日、<ー>なんつうのその、 理解し合うのが難しい時代になったらっていうのは、はいはいはい、なるほど。最近感じなんか、うん、それではその、 オンラインで喋るのとリアルで喋るのの違いってうん、うん、その共振みたいなところにあんか,、ね、なんかあるんじゃないですかね。とい、うん、その例えば今僕と田澤さん同じ部屋で喋ってますと、うん、で同じ部屋で喋ってて、まあ、僕と田澤さんの多分声の周波数は全然違うし僕の波形めちゃめちゃでかいんで、うん、全然田澤さんの音量を超えちゃうんですけど <laughs> ただこの部屋で反響してる音って二人は共有し合ってるじゃないですか。こ、うん、これってて結構のの音のこう周波数を合わせてるみたいな、うん で、あの、これもう一個ちょっと被せたいんですけど、あの、メトロノームの共振運動ってご存知ですかねメトロノームって全部バラバラに動かしたら、一応になっちゃうんですよ。<ー>最後なんかたことある。はいはいはい、そう。あれだから微妙にこう振動を、あの、ま、同期現象っていうらしいんですけど、その同じ空間にいると、その振動の波が起きて、それがバラバラだったものをこう同じ風に動かしちゃうっていう作用があるらしくて、これはまあ科学的なね、実験で証明されてるやつなんで、 あの、事実のものだったんですけど、<ー>なんか、こう、そういうのありますよね。なんか、こう、だから、同じ場所、同じ空間、同じ、あの、同じ波長が合う仲間と話すって、すごい、こう、実は、意味があるんじゃないかなって。確かになんか、あの、それこそ佐藤光郎さんって、量子理学っぽい話もする人なイメージあるんですよ。ありますね。うん。要は、今の話って、もう、そっちの話だと思うんですよね。そっちの話ですね。うん。なんか、 最近僕聞いたのは、なんか、あの、お坊さんが言ってたんですけど、はい、仏教のね、うん、最近、量子力学の方に寄ってるらしいんですよね、結構、<あ>そっちも。あそれ、僕も聞いたことある、仏教が、ね。そう、仏教がね、うん、そう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 。だから、真理はそうなんじゃないですか。いや、だから,だから僕、<laughs> これ結構でも本当、割と真意をついてる気はしてて。 あ、でこれちょっと、これもう一個つなげていいですかちょっと。はい、もう、本当今日、なんかこういう話ばっかりになっちゃうんですけど。<laughs> <laughs> あのー、なんかその、量子力学の話なんですけど、はい、あのー、渡り鳥、はいはい、鳥いるじゃないですか。渡り鳥って、まあ、その北極、あの北極とかなと、あの北半球の上の方から、あのー、なんていうの、その日本とか、うん、まあその、なんていうんですか、こう、割とこう暖かいところの方に、 あの、冬、冬、こう移動してきたりとかして、で、必ず同じ場所に戻ってくるらしいんですよ。うん、渡り鳥っていうのは、うん、その自分が元々いたわはい、はい、渡り鳥なんで、いろいろ各地は点々としてるんだけど、そと元々いた場所に戻ってくるっていう習性があるらしいんですけど、でもこれ考えてみると、鳥ってどうやって元の場所に <laughs> 戻ってきてる<ー>で、これ、いろんな動物もそうなんですよ。自分の巣っていうのをわかる。うん、それは、あの、記憶。 知ってるとかそういうことじゃなくて、感覚的にわかるんですけど、これがなんか量子力学の観点で言うと、その動物っていうのは、その磁場ですよね。その磁場っていうのは、その磁石の場と書いて磁場。まあ要はその第一は、こうなんかまあ、北とか北半球とか南半球でまあコンパス見るとこう、あの磁場あれを見る力があるらしいんですって。だから、その磁場の流れを見て、 その自分の巣に戻ってくるっていう。で、これは科学的に証明されてて。で、これなんか量子力学の観点の話らしいんですよ。<ー>その磁場が見えるっていう。なんか僕、それあの、鮭で聞いたことあって。鮭。鮭もそうですね、鮭ってあの、うん、川で、ね、卵を産んで、その後その、うん、そ,うそ,うそ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 う。北海道の上越えて、あの戻、ね、戻ってくるじゃないですか。戻ってくるじゃないですか。あれ磁、ね、磁石磁石、そう。だから磁場を感じて、だから動物っていうのは磁場を感じる力があると。ね、で、 あの、ちょっとここからね、また、縄文、もう縄文大好きなんで、ちょっと縄文の話戻したいんですけど、あの、縄文時代の、さっき言ったその神殿というか、その、あの、縄文時代の人が作った、いわゆる岩倉っていう、なんかその、まあ縄文時代でいうその、なんか神社っていうんですかね。で、その岩倉が、なんかどうやら、なんかその、日本の主要な神社。 うん、神社と岩倉がセットで配置されてるっていう現象っていうのがすごい散見されるんですって。で、で特に多い場所っていうのが、あの、日本って、あの、1億年ぐらい前、もともと真っ二つに分かれてるんですよね。あの、<ー>真っ二つに分かれてたのが合体してるんですよ。た<ー>だ、あの、で、あの、ちなみに上と下半分ですね。あの、横じゃなくて。うん、だから九州の多分大分ぐらいから、えっ、ー、と、東は、 あれですね茨城県の鹿島ぐらいをこうまっすぐこうバキって本当は半分に割れててそれが1億年前合体して今の形になってでそれがまあユーラシア大陸と分離して今の形になってるんですけどでこれは真ん中に入ってる線っていうのがこれ今も残っててこれ中央構造線っていうんですよでこれ中央構造線沿いにあるんですよその神社っていうのがでだからあのまあ有名な神社だと あの、伊勢神宮と、あとは、えっと、長野の諏訪大社。あと、鹿島の鹿島神宮って言ってもすごい有名な。だから、すごいこう、日本のこう、かなり南大神社って言われてるものが、その中央構造線沿いに全部あるんですよ。で、これ何でかっていうと、この岩倉っていうのが、縄文時代、 まあなんかそのパワースポットっていう意味でもそういうこう祀られてるものだったりするらしいっていう説もあるんですけどもう一つの説としてはそのなんか立ち入っちゃいけない場所っていうのでだから目印として大きい岩まあその岩倉っていうそのなんか岩を積み上げたみたいなものがある,あるんですけどそれを作ってたらしいんですよでそれがなんでこう中央構造線に沿ってるかというと 磁場が狂うんですって。狂ってるんです要はその構造線だから、もともと違う磁場だったものが合体してるんで、その中央構造線上で磁場が狂う。磁場が狂う場所に岩倉があると。つまり縄文人は磁場っていうのが感知できたっていう説があって、要はその、 縄文人も狩猟民族なんで、まあ、移動をしながらこう暮らしてたんですよね。で、自分のもちろん,んかだから集落、なんか狩猟とかをしてるんで、彼に行って、でも自分のこう集落に戻るために、その、まあもちろん道を覚えてたとか、そういうのもあると思うんですけど、例えば真っ暗な道で、しかも危険な動物とかがいる中で、どういうふうに安全に帰っていけるか、っていうのを、地場でやっぱり判断してたっていう説が、うんうん あるらしくて。で、そうすると、磁場が狂ってるところは、なんか印つけとかなんか<ー>だから、なんかちょっとだから、その、縄文人からすると危ない場所だっただはい、はい、それが、その、中央構造線沿いにあってあ<ー>、磁場が狂う場所だったみたいなっていう感じで、で、その、磁場が狂う場所、イコール、パワースポット。 とでそこに、まあ、何でかこうルーツとしてはもしかしたら神社を建てた人はその岩倉のそのルーツっていうのは分かんないと思うんですけどそこが何らかのパワースポットだっていう伝承が残って神社が同じ場所に建ってるっていう話があるらしくてこれやっぱだから縄文の人やっぱね<ー>こうすごいこう奥ゆかしいとかはい、はい、まかこれもでもその磁場ってその電磁波なんで波長の話なんですよねはい、はい、やっぱね。そ、はい、こいろいろこうつながってくるなっていうかうん。 でも割とこう、縄文自体が割とそういうこう、振動とか周波数とか、そういう概念を割とこう、敏感にさせてた時代なんじゃないかっていうね。はいはいはい、まあでも、文明が発達してそういうノルグがいらなくなって。そうなんですよ。はあるかもしれないですね。そう。だから、あのー、まあ当然その文明がなかったからこそ動物的な感覚としてうん、うん、多分そういう力を持ってたっていう話はね。まあ、あるし、まあ僕らも多分、元々は持ってたんだけど、 てか、もしかしたら今も持ってるのかもしれないけど、そういうこう、力が発揮できないみたいな、とかあるかもしれない。またそういうこう、ね、流れで、もともとなんかそういう人とのこのコミュニケーションにおいても、なんかちゃんとこう、そういうこう、メソッドというか、独特のその、まあちょっとスピリチュアルですけど、そういう感覚もあって、でも、その縄文時代って有名ですけど、もう一万、 一万年ぐらいの歴史の中でほとんど争わなかった民族なんですよね。で、なんかすごい協力し合って、な食べ物の奪い合いとかも全然起きなくて、でね、あの、寒冷時代とか来て、大飢饉とかあるんだけど、なんかそれぞれ協力し合って、食べ物とかも分け与えてみたいな、言葉とか、なんていうの、その、文字を無駄ない、なんか未開の民族とか言われてるけど、それぐらいこう、なんていうの、その、 僕らからすると、なんかこう、ハイエンドな、<laughs> <laughs> なんかがあって、そういうのをもとに、多分その戦争とか争いごとを起こさなかったっていうものが保ってたんじゃないかっていう。い,い,いや、これすごい <あー S 1> いい話だなっていうかね。まあ、ため、まあね、縄文時代お米とかないから、ため込まなかったから、そうなんですよね。守るものがない。ないからね。そう、確かに。 やっぱ、腹うぶときはやっぱり守るものがあるから、そうなんですよ。<laughs> あとだからその水田栽培とかの領地争いにな,、ね、なっちゃうんですね。あね<ー>。あとなんかその、いわゆる日本人の、その、なんかそのブラック的な感覚、<ー>村とか、あこう日本人がこの空気を重んじる、はいはい、あの民族になっちゃったのは、そのなんか要はその、 あの、水田って一人では作れないから、その地主とか、その水をこう持ってくる人とか、いろいろこう協力し合わないと、できなかったんですよね。だから、その、なんていうのその、まあ、ま、ブラック差別的な感じで、弾き物にされちゃうと生きていけなかったっていうのがあるらしくて、だからやっぱそういうこう、本音と、本音と建前とか、出てきたりとか、またその、なんていうのその土地の争い。はい。 あと、それをこう年貢として納める税金ですとか、そういう概念がどんどん生まれていくみたいなね。弥生以降ですけど、縄文はなんかそういうのが、あ,ある種こう文明的になかったっていう側面はあって、独特のやっぱりこう、か,かなりスピリチュアルな世界線だなっていうね本当まあスピリチュアルとか何ですか動物的なっていうんですんかう <laughs> もうどうまとめたらいいかわかんないですけど、ただ <laughs>、はい。でも、磁場っていうのはね、僕は綿五六入れてましたから、過去。 ジバ。<laughs> あの時。あの時。入ってました。僕、いじ<バ>ってましたから。なんかね、ジバの影響だったかな。なかそういう、ワタゴロクとして入ってたんです。<laughs> で、その時にも、あれですね。僕の、その、僕はそのジバの、<laughs> ジバという概念を、振動としても発知してたのかもしれないです。<laughs> なんかそういうこう、せなんかこう。<laughs> 何言ってるか分かんないですけど。だから、あの、うん、ダークマーターが存在する領域とかって言ってた時代に、<あ>ジバの影響を受けてますジバって、だいぶじゃあ、言ってましたね。もう、ダークマーターとかも、なんか言ってることがもうスピリチュアルです非科学的な感じ、まだ。いや、だからね、ジバ、ジバの時代来るんじゃないですか。だから、ジバの時代っていうかな、この、周波数の時代。<laughs> 確かにでもまあ逆に今だからそういう量子力学的なそういう話最近来てるって聞いてるんでそれはそうかもしれない仏教と量子力学のとこもちょっと掘り下げたいですよねだか,かなりそう、ね、だからそのぶ仏教いわゆるそのなんていうの空海とか最澄の時代とかに、うん、もうそういうなんかあったんですかね,ねそういうなんか確かに仏教って哲学っぽいし何、うん、か時代関係なく通用する考え方な気もしてて、うん、そうなんですよねだから なんかそこにはいわゆる単純にこうスピリチュアルなその仏を信仰するとかそういうとこだけじゃない裏付けというか,なんかいろんなこうバックグラウンドがもしかしたらあってで今の現代人は宗教でしょって言って片付けちゃうけど、うん、なんか違うものがもしかしたらあったかもしれない当時の人に,人にしか分かんないような,なんか感覚というか。 共有できる価値観とか、うん、まあさっきのそのねあの電磁波を磁場を感じ取れる大六感的なものとかは分かんないですけど、うん、だからまあそういうのを鑑みるとね、うん、なんか一概にこうその宗教とか、まあ、さっきのご神事とかそういうのってなんかねあんまりこう現代人現代的に科学的じゃないからって言ってちょっと否定しすぎるのもねもったいないかなっていう気はしますよね。 だちょっとねこのチャンネルはちょっとねガンガンスピリチュアルなチャンネルに <laughs> していきたいなと <laughs> <laughs> 思ってるんですね。来ますよ、うん。うね、来ます、多分来,来ますうん。この周波数。<laughs> <laughs> <laughs> それね、あの顔で表現してもやっぱ伝わらないんで、お音で、ね。僕は分かってますけど、<laughs> <laughs> すごい目してたんだからね、本当ね。<laughs> うん はいってことで、ちょっとね、たまにはこういう緩い話も<ー>エンタメとしてね、いいかなと思うのでちょっと定期的に息抜きとしてやっていけたらと思います、ね。と、はいう、はい、ことで、ありがとうございました。